自分で入れるといい。さあ、そういうわけでございまして。さあ、それな、そんなことで城ヶ島までやってまいりました。海はどっちだ。これから撮影なんですが、バスが目の前にいました。全く何を撮るのか聞いていないので、よく分かっていないんですが。何も被ってないじゃないですか。今日何の撮影ですかって言われたら、いや、じゃあそれありますって、もうそれ。古い喫茶店の前にいるんですが、映画あれですね、これどっかで見たことがあるようなね、映画。これなんか全然なんか誰なのかなんとなく分かるような、分からないようなって感じがしますけれども、私今日朝一番に財布を忘れてしまいまして、ね、あの優しいマネージャーがお金を貸してくれるそうなので、それを使って、まああの領収書は全部あのナッツの斉藤さんです。白石さんのおかげで今の仕事がいやいや、ちょなんでそういうこと言うの。いやいや、それあの僕のセリフですから。今で教えていただいてます。いや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 、これからよろしくお願いします。いやいや、あのこちらこそよろしくお願いします。よろしくお願いします。抑えてたばっかりです、ね、いやいや、もういいから、もういいから。長回しなんだ。あー、長回しなんだ。だからさきちゃんのおさんが多分ね、ちっちゃい子たちに、あのお兄さん何やって。あ、もう見てたね。それでも入ってるんだ。それも入ってるんだ。お兄ちゃんが撮っている状況になって、みんな何をしてるのか周りがじろじろ見出す。そうですね。すげすぎ。このお土産物っぷりを。すごいですね、これは。なんかすごい観光地っぽい。これ本当に、本当に観光に来たような気分で。やーべえ、ドキドキしてきた。ゆずは100円の、100円で今日はやってます。問題はこの後一体どこに行くのかが全然分かっていないので。100円でやってますけど。生ビールなんか待って。じゃあ後で。後で。ね、勝手な約束をしてしまいましたが、さあ、さあそんなわけで、本邦初公開いきます。ダスン、ダーンと海です。やってみました。やべえ、ちょっとテンションが、ちょっと見て、あの崖がやべ、すっごいテンション上がってきた。なんかどのぐらい火薬を使っても大丈夫なんだろうかっていう、そういう思いがね。もう特撮王に完全に中身が火薬を使ってもそんなに怒られないだろうと。怪人が死ぬにはもってこいな。いやー、どうですか、どうですか皆さん、どうですか皆さんっていうのも変な話ですが、白石くんだけあっち行ってもらうって言ってもらう。あ、そう、この前端っこまで来た。あっちか、あっちの方の端、あそこは行けるよね。あそこで普通に行きました、この間。もしくはあの上の方まで行けるんですか。これバックにして一応ですね、見たい。イエーイ。もう子供ですね、半分以上。早く撮影ができることを楽しみにしたいと思います。皆さん、すごいです。すごいです。僕あんまり見たことないんですけど、ウツボがいます。いいから。ちょっと触ってみたいぐらいの勢いなんですけど。もっと。あれね、結構怖いんですよ。もっといければ、もっと。いければもうちょっとだけ行ってみて、センターに。いけない。あ、いけた、いけた。オッケー、オッケー。はい。オッケー。はい、それでオッケー。はい、大丈夫です。
こいい。はい、オッケーオッケーオッケー、大丈夫です。じゃあ、そうそういい絵だいい、最高にいい絵だこれに、これはいい絵だトライシーバーが必要だったね。もう歌っちゃってる止められない感じに。してじゃららら、じゃじゃじゃ、恋の足りないゲームかけて、夜はしっぽり星空に願いをかける、もっと笑いが取れますように。女装ですか仮装ですかベイビー、無茶な振り切ってスペシャルブローグハーミンミンミラクルミノルンルンミンミンミラクルミノルンルンベイビー、無茶な振り切ってスペシャルブロークハー、いっそ殺してわわわわわわみんなランラもうこれはあれですね、もう絶対良い子のみんな真似しないでねって言ってたら言えないと伝えてください。引き輪だから、そうですね、はい、手前のこの辺は入らないぐらいまで。はい、恋のミドル伝説、ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー、ミノルンルン、ミンミンミラクル、ミノルンルン、チャ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 、素直にわわと言えない君も、元気ですね、元気ですね、出ていないオリジナルから、いつも諦めない、知らせられない、夜はしっぽり、だんだん星空、だんだん降りてきたんだけど、もっと笑いが、とりあえず1曲分の収録がちょうど終わった終わりました。いやー、今日はなんかめちゃくちゃ風が強い。よし、じゃあちょっと、じゃあ次の現場に行ってみたいと思います。おはようございます。どうもどうも、ご苦労様スーパースター、ご苦労様スーパースター。芸人最後泳いでくるかなともちょっと思ったんだけど、あのね、ちょっとね、あの波が荒いから無理ですよいやでもね、行ったら行ったらね、やっぱね、うん、まああの海風には、まあ、地元で慣れてるんで大丈夫ですけど、うん、ちょっと強い2回目、1本目から落ちちゃうな、パーブしてたね、だいぶ慣れた、東で行くよな2回目の方がだんだん調子に乗ってだんだんね、もうだんだん、あの、あれなんです、いつも一発より2発目の方が慣れるタイプ、1回目はね、初回に弱いあの辺で多分あれですよ、いや、あそこです、あの、あそこの、あの、まさに波で、ああ、投影だ、投影の投影が出てくるさあ、そんなわけで撮影第2弾で向かっております。先ほどはだいぶ張り切ってしまったので次も頑張っていきたいと思います。ねえ監督ねえ監督、次もバッチリやりますんで、監督もじゃあ一緒に歌うっていう案は、いや、これはちょっと嫌だな、あれが有名なメガネ、そうそうそう、あれが目標地点、あれがあのあれが戦隊ものの特撮の聖地ですあそこで何人のレッドとブラックが戦ったのかねえ、じゃあ僕も後であの場所に行ってみたいなと頑張っていきたいと思います。さあ、そうこうしてる間にどんどんみんな先へ進んでいるので、
私も先に行きたいなと思います。足場が怖いんですよね。言ったそばからかよ。落ち方しましたすいません、ちょっと足場的にいけるかなと思ったんでかっこいい。そのあの人が出ればいいじゃん。あの海には落ちないでください。無茶しないで、無茶はしないでください。そんな振り回す。ガン無視されてます。ガン無視です。すいません、どうもすいません。すいません、あの撮影なんですいません。何の撮影なんですか。あのちょっと、まあテレビで。あのパソコンとかパソコン通信しかやってないんで。さあ、そんなわけですね。2つ目のロケが終了したわけですけれども、歌詞をだいぶ間違えました。歌詞を間違えたどころか音階もだいぶ間違えてメロメロになりました。あの結構あれだね、顔が寒いっていうことに気がついて、暑寒い感じがしてちょっとね、意外に立ち位置をキープするだけでも結構きついなということで、だいぶね曲がってきた。あのすいません、はいはい、これだけでもいいですか。ダメ。え、飛べない、あの飛べないんだったら戻って。あんまり飛べないですね。はいはいはい、こうなってこういうことですか。ああ、ああ、わかりました。はい、わかりました。風がどんどん強くなってきたぞ。それでは聞いてください、持ってけセーラー服、曖昧サンシャインバージョン。曖昧サンシャイン、それ不倫ってことないっちょ。ボンボン応援団、レッツゲッテリーパイ、あ、もうそれだ、ダンスイゲーション、アイリサー成長、ナイスオーナー、うっさ、興味のおしさしさ、ふんふんふんだらんだら、持っていけ、最後に笑っちゃうのは私のはず、セーラー服だからです、えつのほう、たったったったらだらら。桜井くんいいんで。え、すいません。何普通に歌ってるんだ。つくくがいいのです、かわいい。あ、じゃあいい、もう一回。はい、かわいいなしてはいはい、あ、オッケーオッケー、いきます。
セービーサンピースそれフリってことないでしょ、ブンブンな制服それフリってことないでしょ、頑張っちゃうなんだっちゃうその時はあっちゃう事実よ、アセーフォーアセーフボトラリーダーリンフリー、あ、なるほど、はいはい、終わった、あ、じゃあ、もう一丁ベイビーサンピース、それフリーってことないちょ、やんばっちゃん、あんちゃっちゃんその時はあっちゃんリリースよ、アセイフォー、アセイフォーダリンダリンダリンフリー、はい、もう一回、もう、そうですね、あのセービーサンピース、それフリーってことないちょ、セーフ、それフリーってことないやんちゃっちゃんダリンダリンフリあ、はいはいはい、あ、大丈夫ですか、ね、もう一丁セーフィーサーフィーそれフリーってことないちょ、頑張っちゃうあ、ちょっちゃうドキャッチャージリッチャーセーフ、セーフバリバリバリダリンフリーそのダーリンでダーリンでダーリンダーリン他はすごいダーリンはい、じゃあそれそんなもんで、はい、はい、すいません、使われなかったりして1曲目を歌い終えたところですが、どんどん風が強くなっておりまして、とりあえず立っているのが精一杯の状態が、水をかぶりました。水っていうか塩が、顔がしょっぱいです。海水で顔がしょっぱいです。とてももうあの後ろ側は完全に濡れてしまいました。スタッフの皆さんも、あ、アニメのエンディングでこんなところまでこんな遠路はるばる来て収録をするとは思いもしなかったのではないでしょうかね、え斉藤さん。はい、初体験です。いやいや、本当にもう僕がこういう体験をさせているのも、もう皆さんのおかげです。ありがとうございます。今日はそういうキャラクターの方向なんですか。何を、白石さんは、白石さんは普段のラッキースターです。おかしいな、普段あんま感じで話しかけられたことがない気がするんですけど大丈夫ですか、我々特撮マニアの。我々って今日はあの残念ながらアキラ様がいらっしゃらないんですが、そのアキラ様のためにも私が捧ぐということでね、おたまじゃくしが淡水じゃないですか、異常な数です。おあ、ゲンゴロウあれ。あ、じゃあね、はい、すごい絵だなこれ。それでは見てください、ハレハレ愉快白石稔バージョン。
チャンチャランチャンチャンチャラ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 ンもう一回これであのワンコーラス分ワンコーラス分はい大丈夫ですか。はい それでは聞いてください。持ってけセーラー服曖昧サンシャインバージョン曖昧サンシャインそれフリってことないこれフリダリダリピースはいえじゃあミノル伝説もワンコーラスあ、じゃないじゃないあのわわわ忘れ物ワンコーラスじゃあ大丈夫ですか。はいそれでは聞いてくださいあれを使ったのです。いやお疲れ様です。なんかリサイタルみたいな。ではないと。あの三角形じゃなくて。シュさんすいませんね。なんか現場の方から。何ですか。いやいろいろとすいませんね。大丈夫じゃなくて。なんでもなんか。ついに感じましたよ。その気になってきました。その気。その気って。半分ぐらいかな。あそこから転がり落ちながらわわわを歌う。転がれるのか。まずどうですかね。ちょっと今がどうですね。はい。わわうわってます。ねえ、じゃあマイクは外させてください。ああそうだね。じゃあ竹本さん。あの、ね、やってもらえるなら全然 OK です。よかった。これで マネージャーさんにまでやれって言われたらちょっとそう言いたるを得ない空気にさすがにだいぶそれは止めます、いやそれは、お体は大切ですちょっとだけですか。こっちはこっちですか。こっちもちょうどいいのあります。あ、そうそうそう。もうちょっと手前。あ、こっからの景色すげえうん、そこでもギリギリですよね。そうそう、その辺でもいい。こんなのギリギリ。はいはい、うん。ああ、いけるいける。あ、じゃあちょっとそこで一回、あの、曖昧最初の飛ぶとこまでのやつを。どこで？はい。かわいい。トーン！あ、じゃあ、はい。もう一回。もう一回。セバスチャン！どうも。それでは聞いてください。ズフー君がいいのです。かわいい。トゥー！あ、はい。あ、OK です。はいはい。あ、じゃあ。あ、どうもどうも。どうもご苦労です。なんだろう、なんで一番あの曖昧サンシャインが疲れるんだろう。なんか曖昧サンシャインが一番疲れるんだ実は。砂の上は歩きにくいです。すごく。まもなく聖地へ。来ましたよ。引きでね、前傾が入らない。はい。
悪を倒していたんだよ。様々な悪を戦っていたんだよ。ピーくんとヨーくんとなぜかわかれちゃう、こうやったという話ですよ。アキラ様が出てる、もうすぐそこで黒かった。あ、やっぱそこに片鱗があったんだ。黒いんだ。ルッシー、ルッシーしたいな、俺したいね。ルッシー、あ、ルッシーダッてやると、こうおー多分ここでやっといたら後で加工してくれるんだ。あー、よし、ガチャンってやるとわーってなって、こうウィーンってこうカードが出てきて、そのカードをスパーンって走り抜けると、向こうのあの階段のところが、向こうね、逆に立つとちょっとちょっとね、かぶっちゃう、ちょっとかぶっちゃうんですよ。ほんとだ、人が増えた、撮影しようと思ったんですけど映り込んでしまった。増えてきましたね。邪魔もできないから。あ、近かった。日がだんだんという日の色になってきました。そうですね。どこなんていうのか分かんない。あそこはそっちにいるのか。ただ、周りの状況を撮ってるところは。70年代特集みたいなのが家にありますね。アメリカのトップも大体70年代、80年代が続いてる。うん、なるほどね。それはケットの中身40手前ぐらいの。そうですね。オイラはやっと。でも逆にこれから乗し上がっていく上で大事です。ああ、またなんか黒いこと言いますね。今偉くなって仕事を動かせる人たちは大体40から50だから。受けはいいでしょうね。いいよ、すごく。知ってるんだから。今の頭を取れば。これのアルバムを借りてきて、もうすごい聞こえましたね。やっぱ聞き込むんだ。営業マンになるジミは。ジレッタイとかものすごく好きですね。ああ、いいかも、確かに。ジレッタイ好きさ。じゃあめちゃめちゃ肩パッド入ったジャケットとか着ないとね。ああ、僕大好きです、ね。大好きなんだ。好きなのかよ。ものすごいアクセルを踏んでしまうっていう。危ない。危ない。どん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 。ああ、ああ、ああ。事故りそうな勢いに。いや、死んじゃえみたいな。車乗るときは洋楽ばっかり聴いてますよ。さあ、面白いこと始めるよ。すげえ、全然人が減らないね。減らねえ。やばい、さっき休憩せずにそのまま撮った方が悪かったっすね。さあ、それでは聞いていただきましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。チャチャラチャチャラチャラチャチャラチャチャチャラチャンチャンチャデンデデデンデチャチャラチャンチャチャラチャンチャ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 あ、Thank you! Thank you! はい。あ、すごい、なんかこっから見ると男女しっぽい物語みたいな感じで。とても絵になってる。ちょっと古い、やっぱり。おかしいよ。勝ったよ。で、カレンジャーとかイケンちゃん。かっこいいよ、かっこいいよ。よし。みんなできるんだ。なんかそれ嫌だな。とても美味しいわ。どうも、白石みのるです。さあ、それでは聞いてください。あれがれ愉快。チャンチャランチャチャンチャラン、ダラン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 ダン、ダッダラッダン、ダッダラッダン、ダンダンダン、デンデデデン、
だったなった、だったなった、だら、だった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 、なぞなぞ。言わなくてもやんのかよ。これすごいな。超面白い、この絵ね。これめちゃめちゃ面白い。覚えてましたよ。それ僕見えてましたか。よかった。すぐ分かりました。もうあそこのいいシーンだからね。太鼓の太鼓で行くべきなのかと思っても、いや、すぐあんまり見てないしな。そこはもう最高にいいシーンだからね。この人々の方もうこれだと思う。バックス取る、バックス蹴る、バックス取る。見てる人しか分かんないからこのネタは。上に行きますよ。これがこっからがまた大変なんだな。でもね、このハレハレ愉快、本当難しいなと思います。あの5人はようこんなんを覚えたなと。ね、この絶壁っぷりをすごいですね。バイニー。無意味に元気だな。この時私のエメラルドスプラッシュ。すいません。人が来ます。バカなやつだと笑っておくれ、それが俺にはお似合いさ。どんな映像があるんだろう。すごく楽しみな。もうどこに歩いているのかが全然わかんない。どん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 なんか山奥へ帰ってこれない方向で、このまま。それもやばいんじゃないかな。やめとこう。どうも白石です。さあ、というわけでございまして、夕焼けも眩しいこんな時期になりました。しゃあ、えらい、ずいぶん遠くまで来てしまいました。あー、やっと舗装された道に来たよ。すごい久々。え、舗装された道が。あ、仕事辞めた方がいいかもな。辞めないですけど、社畜の方。辞めない。あれももう十分生活していけるし、やっていけないんで、今日でいい思い出になったし。むしろやめますから。あの白石君の集大成だ。うん、思い出は思い出。いやいやいや。思い出作る。なんか二人がプロデューサー二人がインドを渡そうとしている。怖いの。怖い怖い怖い。怖いなんか怖いって言い合わせた。いやいや。もう趣旨が違ったもんね。最近コンロさんが。いないね。そうだね。ちょっと。そうそうそう。Yeah, he's a good dancer. Ah, great dancer. Great dancer. Oh, yeah. ダンサー言われてる。すごい。Yes. ありがとう。すごい。I'm a Japanese famous actor. Dancer. 言っちゃった。胸張って言っちゃった。言えって言う。本当はコメディアンだ。コーヒーを浴びながらのコーヒーって感じだね。そっちが終わった感じがしちゃう。今日は仕事を選ぶもう選ばれる時期に来たんだよね。そろそろ身を固めるってことね。やば。おしゃれになるか。あの、すみません、どうして役者を続けるっていう方向は俺なんかないんでしょうね。あー、そうからってどういうことですか。やっぱりあの、ちゃんとほら、普通に朝仕事に行って夕方帰ってくる。そうですね。で、家庭を大事に、土日も休みですね。あー、全然聞いてないですよ、でもこの顔。全然右から左に抜けてますよ。でも何が楽しい、一番やっぱり焼肉屋が楽しい。この仕事。
言うんでしょ。大好きですよ。本当かな。あの先生楽しくなかったら俺こうやんないと思いますよ。好きでしょってステステステねねってねねってってん。あー、じゃあ次はもう河野さんと奥原香織さんにバトンタッチ。ほらこれからもやりますよ。バリバリやります。曇ってきたし雨降ってでしょうね、これ多分。そう、今ゴロゴロって感じた。ありがとうございます。ありがとうございます。撤収しましょう。結構だいぶあれです。そうですね、撤収しましょう。はい、とりあえず終わったから最後の。ああ、今までどうもありがとうございました。ちょっと、まだ出るよ。この経験を機に頑張りますみたいな。ちゃんと就職します。出るよ。終わりました。出てたことがあるんだよ。ね、やっとですね。収録が終わりまして、これから家に帰ろうというところです。いやー、いっぱい踊りました。ただどういう映像が撮れているのか全くチェックしていないので。僕は全くどんなことになっているのかがわからないので、まあまあね、出来上がりを楽しみに、して待っていたいと思いますね。まあまあ、この調子でですね、北海道編もあの面白い映像が撮れればいいんじゃないかなと思っておりますので、ぜひぜひ期待して、はい、ということで白石純でした。さあ、白石君です。どうも。あ、じゃあぜひやりましょう。じゃあ一緒にお願いします。やっと北海道に着きまして、バスに乗ってですね、揺られ揺られてる最中でございます。まあまあまあ、あのどういったことになるのかがそれでまだ分かりませんが、ご覧ください、この美しい景色を、この美しい自然に負けないような感じでですね、頑張っていきたいと思いますので、ご期待ください。こちらの峠で見る空の盆地など眺めることができまして、ごめんなさい、この肉という肉、肉という肉、なんかピントが若干合いませんが、はい、冬終わりました。綺麗に片付いております。美味しくいただきました。ありがとうございます。この壮大な景色が広まっている中、私これを発見してしまいました。はい、ズドン。ここですね。ね、私も出ておりました。わわわな、このキーホルダーですね。はい。さあ、何が出てくるでしょうか。あかね。なんだよ。何が入ってるんでしょう。あ、来ました。これです。見えますか、皆さん。これです。長門です。ああ、メガネ属性で何、これがまず旅の、土産第1号ということでね。あ、一番目の方にですね、これをサイン付きで誰のサインがつくかは分かりませんが、これをサイン付きで、ぜひこの辺ですね、この辺に宛先が出ているかと思うので、ご覧ください。はい、あ、先生ら、先生よろしくお願いします。楽しいです。はい、公開バスの中を公開です。プロデューサーの伊藤さんです。伊藤さん。監督の竹本さんです。よろしくお願いします。
はい、すいません、ここはこの中だとどれが一番人気があるんですかね。そうですね、ラベンダー、牛乳、メロンミックス、結構皆さん買われます。ああ、ラベンダーはやっぱ人気。そうですね。じゃあラベンダーを一つください。ラベンダーを。あ、すいません、お早い、お気をつけて。早い、ありがとうございます。すごいスピードで出てきました。どうも。はい、というわけですね、ちょっと近い近い、センスター近い。はい、ここです。これがそのラベンダーソフトクリームですか。ちょっと食べてみたいと思います。なるべく詰めて。あ、でも美味しい。上がってきて、上がってきて、顔上げて面白いこと一発。せっかく、せっかく人のパクリだ。ちょっとゆっくりな哀愁の系の歌ですよね。了解しました。曲思い出し中。あ、あったあったあった。哀愁ですね。哀愁、哀愁。OK だったら、はい、ラベンダーが咲いてるんです。どうも、白石みのるです。さあ、それでは聴いていただきましょう。恋したっていいじゃない、ズドン。恋したっていいじゃない、人間だもの、手と手をつないで、唇つないで、大事なところもつなげばいいじゃない。聞いてました。いや、僕もあの、自分を同居しているか。この歌詞下ネタだよね。でもね、何ですか。そうですね。なんかこうしみじみ系って言ってたのくせにしみじみしてますよ。哀愁が漂うぐらいの。だって他にしみじみ系ってあれなんですよね、ない。はぁ、すっぽんすっぽんとか、なんかそれもなんか微妙、微妙だな。下ネタの、下ネタの香りがプンとするな、それ。いや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 、そんなことはない。お疲れ様です。またちょっと、予定と歌詞を間違えました。メロディーと間違えてしまいました。いや、わかんないんで。ヘラックスペン。わぁ、飛んだ。道路の方が高くない。分かりやすい展開だな。外してで後ろ側を止めるんだ。あれ楽しい。これが一番なんかご褒美っぽい。それ持って帰るんだ、終わったら。これもらっていいんすかね。これどうやって外すんだろう。すごいな、おもちゃに夢中な。ちょっとファンタジーな感じだね。じゃあ白石くん、意気込みをどうぞ。俺の走りを見とけ。よし。どうやってす、どこ、どこ、どうぞ。道に迷うのでね、こうまっすぐ進んでるつもりなのに行ってないから、めっちゃこうなんかぶつかったりとかして、私何にぶつかってんのと思って。そうなの、全然進まなくてさ、全然できない。そうで、人と一緒にこうやってもらおうと思うんだけど、これ私、うん、肉をうまく焼けるようになって、あ、私まだ焼けない、すごく難しいの、タイミングが。そうで、なんかね、1,2,3 で焼くって言うんだけど、3って何と思って。あ、なんかすごい綺麗。すごい綺麗って言ってみたけど、あんな草でした。そう、私も何が綺麗なんだろうと思って、形を作ろうと思って、あ、綺麗って言ってみたけど、ていうかごまかそうとされたけど、爪綺麗。そう、同じこと言ってるよ。ごめんなさい。しかも超思い切りだったから。ごめんなさい。でもこれなかなか取れない。いや、そんなことも取れた。なんていうの、爪が弱くって、私もそうなんで、やってる最中とかにもうなんか、あ、割れたみたいな。そうで、私昨日の夜寝てたら、なんかね、爪に異変を感じたの。なんかね、何かがね、こう毛布に引っかかっ、どうなったのか、その断面。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ニューポイントに移動。ちょっとしばらく休んで、はい、すごい汗です。
はい、私たちは肉が焼けるか焼けないかの話をしてタイミングが来るから1、2、3、うん、じゃあ良い子のみんなに一言。良い子は絶対真似すんなよ、はい、ネタでもお疲れ様です、ね、はい、お疲れ様でした。どんなショットだって話ですこれ持ってどう考えたってどう考えたって面白い写真あの香里ちゃんとの違いが夜ね、怖いっすよ。ライト、ここにもないっすもん。そうですよね、ライト、さっきから見てたら全然ライトがないのね。そう、あ、ほんとだ。懐中電灯も出してこういう室内懐中電灯操作しないしになる。向こう側、はいはい、あの、あれって道これ進行する遠すぎて全く分からないですよね。じゃあ、はい、あ、了解です。どうぞ。はい、で、どうしましょうか。じゃあ、編集メールとネタを。はい、これはいい。そして、じゃあ、これはいらないね。あっても構わない。演劇ってこの審査が来てる。ああ、そうか。でも、音あった方がなんか、いい顔するよ。ああ、顔的に。タイミングよく、じゃあ、やってるじゃん。タイミングよく、この、あの音、あ、こちらグラビア撮影が始まっております。え、ちょっとそっち行こうかな。はい、エイベックスさん、あれですよグラビア撮影、この景色が入ってこだわりの映像が撮れました。俺、参上そこでやるんだ。じゃあ、とりあえず撮っちゃって後で考えるっていう方向で行きましょう。はい、わかりました。はい、アイダホじゃねえよ。ハイになっちゃった、ハイになっちゃった。超女優さん、あ、かわいい、河野さん。河野さん、なんかあれですよ、南の子みたいですよ。女優、女優。お、ウエスト細。ついたじゃあ、それで、うん、すごい普通に遊べる人がいた。ついたベルトが負ける。ベルトが負けました。僕も負けるんじゃない。負けるか。頑張ってください。頑張ってください。ちょっと待って、これ。はい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 。伊藤さん、これつけたらすっごいね。うん、拍手喝采ですよ。お腹へこますから。あ、いけそう。よくへこましたよ。いった。はい。いけるいける。いった。いやー。いった。ジュン君いったよ。あ、行きましたね。来ちゃうね。皆さん、良い子のみんなに一言。良い子のみんな、良い子のみんな、ちゃんとお母さんの言うことを聞くんだぞ。はい。白石くん、奥さん、初夜のこと思い出した。白石くん、はい。とにかく、白石みどるの役を下ろされたぐらいの、はい、ショック感でやって。ショック感でラッキーチャンネルを降板した。あ、ラッキーチャンネルは来週からたつきさんと一緒です。わあ、そっちも、俺も聞きたい。もうそのぐらい落ち込んだままで。白石みどるはたつきさんで決定です。こういうので本当になっちゃうんですね。怖いわ。とにかく、あの、最も悲しかったことを思い出して。先日、彼女と別れました。お前、余計なこと言うな。ルル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 ル、時には優しく、抱いてくれ。
時間に失礼してもらうんですけど、フィールドオブドリームズで、あの、翔さんがこう下って、で、その横で、こう、深い範囲にこう、ああ、はい、ちゃいいですよ。それでもなんか、はい、試合さんにはずっと歌い続けてもらって、はい、CM やってるみたいな。やだ、やだ、こんなことやって食べたいと思われて自分が俳優だと思ってます。芸人ですからね、さんはできればだってほら、目指せロバート馬場隊員だよ。地味っすよ、そこなんだろうね。白石さんをこう2人でこういじめつつつつ、うん、横でこうポコポコやってもらおうかな。で、はい、あの白石さんはそれに屈せずずっと歌い続けるという形ではちょっと3本も入ってます。思、はい、ったところでどうしたらなんかね、あ、シャボン玉が、シャボン玉結構飛ぶじゃん。綺麗でしたよ今。もう一回やってみて。もう一回吹いてみて。嬉しい感じ。カノンのボカンの。綺麗綺麗綺麗。上半身やってみて。後でやります。シャボン玉は。はい、あ、すごい綺麗。綺麗ですよね。すごい。タコさん、竹本さん。はい、綺麗。すごい。あの、もう無駄遣いしなくていいから、うん、本番でなくなるから。本番よ。はいはい。分かる人しか分かんない。そう、こうやって抜いてね。はい、と言われたのでやりました。あ、そちらでも大丈夫っしょ。かわいい、なんか目もやりまいかも。そう、短いんですけど、ドキドキ、でも俺ドキドキしちゃうんだけど。瀬戸さんが俺を見てニヤニヤしてんだけど、どうしたらいい。ニヤニヤしてんだけど。はい、はい、はい、じゃあ袋最高。どうも、大臣のです。さあ、それでは聞いていただきましょう。わあ、愛しのサンタモニカ。サンタモニカ、サンタモニカ、素敵な名前。愛しのサンタモニカ、チャラララ、パッパパ、こらー！笑わせろ！おとなしくしてなさいよ、もうちょっと。それも。どこにあるかも知らないし、誰も教えてはくれない。ドッキが胸胸してくれば夜も眠れない。サンタモニカ、サンタモニカ、サンタモニカ。それもいいな。さあもう、ね、サンタモニカ、サンタモニカ、愛しのサンタモニカ、チャラララバン。はい、じゃあとりあえずそれで。びっくりして飛ぶと思わなかった。あの、そうですね、飛んだのは演出ですよね。あれはあのコロさんの検査ですよ ね、 まさかあんな方向に飛ぶとは思いもしない。どちらかといえば、じゃあこうすればいいんです。バチェンジ、あの武器を、武器はチェンジ、武器はチェンジ、一個だけお願いしていいですか。やっぱり横から来るとどうしてもあの危ないんで、上にしてもらえますか。あの横はですね、何度かこう目に入りそうな武器が多々あったので、ちょっとそれは危ないんで。よかった、了解。上ね、上ね、上はあのこの辺、このこのフィールドであればいいけど、この下からになると危ないからね。生返事だ。なんか言ってる、難しい。ABX に全部請求するよ、ほんと。黒石だ。黒石。はい、じゃあ同じ曲を。はい。で、位置変わっちゃったから、でもさっきと、さっきのにつなげるのは。さあ、次何言おうかな。あんまり考えてなかった。つなげるなら、無理やり、無理やりやります。きれいに作るつもり。うわ、つなぐ気だ。この人たちつなぐ気だ、これで。別に服装部分は関係ないですからね。すごい、超違和感あるよ、でも。はい、いつもいいですよ。ちょっと待ってね。うんうん、ちょっと頑張ってると。はい。ちょっと。すいません、カンペを。そう、今ね、完全に歌詞間違えてる。あの、間違えてます、ね。誰も気が付いてない。あの、だって誰も知らないから。知らないよ。これを見てる人しか分かんないから、ね。でも斉藤さん、あれ、CD 出すときあの歌詞ないとダメでしょ。じゃあ、はい、OK です。お前は虎だ、虎になるんだ。
も白石みのるです。さあそれでは聞いていただきましょう。若い年のサンタモニカ、チャ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 ララララ、ドッキが胸胸知ってくれば夜も眠れない。ちょっともサンタモーニーカサンタモーニーカ、愛しいのサンタモーニーカ、オーセンク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 サンタモーニーカ、置き去りなパッションパラララダン。なんて書いたかわかる？わかんねえよ。歌ってんだからよ。答えろよ。ちょっとなんて書いたんだよ。白石バカ。痛い痛い。わ。はい。はいじゃない。はい。おかしいその返事。はい。ちょっともう。はーい。あ。えい。絶対痛いもん。なんか来たー。ただその絵を見せよう。あのこの。イラストが見えるとまずいんで、適当に引いていく。パンとクリームパンが歩いてたら後ろからメロンパンが多いと。はい、もういいですか。なんでかなんでか、それはね、食パンには耳があるからよと。もういいの、落ち着いた。だいぶネジがいる。お前が冗談だった。最後はちょっと、まあ、ちょっと。この逆光がいいんで。はい。はい。じゃあまた。ああ、やめた。また。チャラチャーってやってる前で。歌はまたまあ別の。で、まあ、前で、多分やるから、はい、まあなんか歌を歌いながらこう。はいはい。歌はちなみに何にする？どうしましょうね。あのジャッキーチェンの映画っぽい感じって誰なんですかね。難しいですかね、判定的にね。ジャッキーチェンはね、プロジェクト A っぽい。じゃ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 。ハンディハンゼホー、シンゲハンディホーみたいな。危険ですよね。多分なんだろう、環境音が流れると思う。うん。環境音。うん。著作権フリーの。ああ。そう、半券切れたクラシックとかね、カノンだったりとか。あ、じゃあ分かりました。じゃあ違うもの、他の歌の方がいいですね。ですよね。まだ歌ってない曲もあるもん。そうそう、うん、やってない方がいいですね。やってないやつ、やってない曲、冒険でしょでしょ。あ、やってないといえば盲点。確かに大体なんだ。で、その僕で、じゃあ僕が遊んでれば、はい、2人なめ、彼を取ります。はい、取りました。はい、すごい。ヒーリングショッカー、どうも久しぶりです。よし、いや、それ前振りはねじりたくていいんじゃないか。風向きはこの辺で、2人は、私は2人は、ちょっと待ってくださいね。どうも白石みのるです。本物それは悪魔、噂でした。俺らの世代にしか分からないネタを。あとは何がいいかな。どっちがどっちもって決まってた。あの、どちらでも構わないです。あの、どちらでもちょっと持ちたい方。あ、私、あの、あれでいいです。叩くの方。はい。多分そのカメラの位置だと僕ほとんど映ってないですけど。大丈夫、バッチリ。バッチリ。竹本さんがそんな勢いよく言うってことはね。映ってねえもん俺の。そんなことないけど、主役だから大丈夫大丈夫。大丈夫。かっこいい、今最高に髪がかってる。髪がかってる。今やりましょう。やりましょう。やりましょう。回しましょう。回しましょう。回しましょう。はい、もう回す。はい、回りました。体の一部がホット、ホット。どうも、白石みのるです。さあ、それでは聞いていただきましょう。男の生き様。チャンチャラチャ、チャンチャラチャ、チャンチャラチャ、チャチャチャ。チャンチャラチャチャンチャラチャチャンチャラチャ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 、ああ、あいつのようになりたいな。前だけを向いて突き進め、一度決めたらどこまでも、チャンチャラチャンチャン、おー、食らいついたら離さない、
チャンチャラチャチャチャン、はあ、スッパンスッパンスッパン、心も体もスッパンパーン、タタタ。はいはい、オッケーです。はい、こっちです。すいません、なんか飲み物ありますか。これぐらいでも飲んじゃう。キングショッカー。どうも白石のりです。さあ、それでは聞いていただきましょう。男の生き様。チャチャラチャチャチャラチャチャチャラチャ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 ラチャチャチャラチャチャチャラチャ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 、ああ、やると決めたらどこまでも前だけを向いて突き進め、ああ、いつのようになりたいな、暗いついたら二度と離さない、どうなってるわけ、心も体もスッパンパーン、じゃんじゃらじゃ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 ん、もう言いたかったんだ俺、カメラの前で奥さん翔也のこと思い出したって一回でいいから言ってみたかった、言えばいいじゃん、したい、昔いやさっき言ってたよ、昔昔昔ローリー寺西が笑っていいともにレギュラーだった頃に、出てきた瞬間に奥さんって言って何を言うのかがいつも好きで、奥さんあんたの娘やってるぜっていうこと最低な面白いけどね、最終回の時にこうウェディングドレスを着てこうオルゴールをこうくるくる回してすごいいい空気になったのに、最終的に奥さん翔也のこと思い出したっつって台無しにしたっていう1,2,3,4 ヘイ、よしだんだんもう脳もう疲れが限界へ、疲れがもう溜まってるのだいぶね、頭がカントリーバーム、さあ、そういうわけでございまして、今ホテルに着きました。ここです。さあ真っ暗で何も見えません。はーい、これが部屋です、そんなわけでございまして、バイキングでございます。ご飯です。ご覧ください皆様、素晴らしい豪華じゃないですか、この豪華な料理の数々が並んでおります。こっちにはオムカレー、あ、寿司までありますね、ありますね、ありますよ、ちらし寿司です、しかもイクラがふんだんに乗っていますね。さあ、そういうわけでございまして、準備ができました。こんな感じになってます。とりあえずまあバランスを考えて、肉と野菜と、ほら邪魔しない、ほらして、これですね、五目あのちらし寿司なんですが、まあ、ハムを間違えて言ってしまいました、なんか変な感じになりましたけども、冷やし中華のような状態になりましたが、まあこれはこれで良いかなと、じゃあ野菜を持ってきました。あ、コーン、野菜をね、ビールコーンは食べれるんですか、そう、玉ねぎを入れて、ああ、じゃあいただきたいと思います。全く顔が落ちてないんですけど、すいませんね、これねえ、一人ごと夜ご飯、なんか、ね、周りに見たくなかったらすごい寂しいね、皆さんなんかカメラがムツクロさん風にやってみましょうか、今ですか、いやー、なんか暗いですね、暗いですね、こうやってね、見てる
ですね、食べるとね、美味しいですね、これ。なんかさ、さかなクンが入った感じ。あ、ぽい。ちょっとしゃべってさかなクンが入った。みんなあれですね、さっきあのカメラ回ってる時はね、無言だったくせにね、一人振る時はね、喋り出しますからね、これね。すごい持ってる。じゃあ、食べてから帰ります。大丈夫だよ、大丈夫だよ。ちょっと座ってもらってもらってものすごい飯だな、これ。すごい、ラジオの登録でひたすら食ってるってのがいいですね。すごい、ずっと口にしたい。あれいいんじゃないですか。あれだったら普通処理できる。あれ言えますよね、ネクルの冒険。そこまで細かいの覚えてないですね。覚えてない、覚えて。今からかよ。今からの口ずさむからって俺が。ピーピーの声。そうだね。知ってるから。それを斉藤さんも知ってます。知ってます。いつ配信？いつ配信？知らないです。だから欲しいの。買いも買ったりですね、この小物を。見ればね。使い切れるのか。使い切れない。ちょうどよかった。それでもカツラはじゃあつけるもん、これ。あ、カツラつけるのね。そうですね。本当だ。かわいいな。かわいいな。普通に赤の方が目立つ。普通のリアクションしちゃっていい。普通にこれしよう、もし切るならね、思いますね。これね、シュワ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 って消えちゃうやつなんですよ。シューって最初は出るんですけど、さーって消えちゃうんです。あ、でもなんか念のため、衣服にはつかないようにしてお遊びください。裸でやるしかない。じゃあさっきのみたいけど。シャー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 、それそれそれ、その後お二人がすごくいいじゃん、それ。店キュービルじゃん。ジャンジャンジャン、サダコだ。急にシュシュがこれで戦う。いいのよ、いるよこういうの。格ゲーにいるよ。これでメガネかけるとなんかそこらのお兄さんみたいになってる。全体こっち向いて、こっち向いて。怪しいさ。なんで上向いて書いたんだよ。勘弁してくれよ。もう雰囲気がね。着ない方が良くない、着るの。まあ、やめてくれ。あ、この方がいい。どれ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 。ちょっと間違ったくらい。いや、これ。なんだろう、白石がつけると割となんか許容範囲なの、なのに言うかな。割となんか、あれですね、あの、アメリカの間違った人ですけど、これ。ほら。あ、やっぱしこれだな。こっちは。自分で鏡見てる。あー、こういう人いるな。ゲームなんでよく見るな、俺。いい映画撮れた。でもこれかけると急に湧くなる。これかけると急にスタート。あれですよ、普段弱い、普段弱い。はい、そんなわけでございまして、今日の日付は6月2日、無事に、北海道の計1日目終わることができました。2日目も面白い映像、素敵な映像が撮れるように頑張りたいと思います。そういうことで、もう今日は早く寝たいと思います。じゃあまたね、また明日っちゅうか、また明日のお礼をさらべ。はい、おはようございます。6月、ただいまの日程は3日でございます。最近ヒゲが濃くなってきて、剃ってもどうしようもならない白石美濃です。さあ、ただいまもうバスの中で移動を開始しております。これから滝に向かっていきたいと思います。ご飯も食べたんでね、ですね、まあ、今日もテンポよく頑張っていきたいなと思います。さあ、そういうわけでございまして、やってまいりました。撮影場所に着きましたね。さあ、ご覧ください。
どうですかお客さん。シャブシャブなんで。シャブシャブ意味わかんねえな。で、あの結構、はい、あんまりこう本気で走られなかった。多分福原さんが追っかけられず、たまに反撃あり。そうそうそう。反撃もあり。たまに逆に逃げた後に、ほら子供を脅すようにとか。じゃあ最初にじゃあ選手とあっちの方に立っといてもらって、じゃあ。目の前を車輪、じゃあ手前から入ってもらって、じゃあそこからでやーっと奥の方に、その方がすごいカメラ目線でいいってこと。そうそうそう、その方が絵作り。ガオリちゃんの日焼け止め塗った？塗ってない。全然これ富士の深夜忘れちゃって。すごいなんか本当にグラビアアイドルみたいになってる。これは撮影可でしょうか？ね、ちょっとなんかサービスが過ぎる？すごいちょっとサービス過ぎやしませんか？あの世の男性陣に。いやいやいや、それもない。でこうなる。追っかけるよ。なんかにんまり。ちょっと派手もいいですか？はい、一度もどうぞ。はい。今のイエローが女の人なの。そうです。戦隊もので。ああ。イエロー。しかいないからさ、ちょっと寂しいね。でも後で絶対あの黒の人。まあまあそう。なんかレギュラー化しちゃったね、奥さん。奥さん。ゲッツ。どうも白石みのるです。さあ、それでは聞いていただきましょう。自転車六右衛門のテーマ。パッパラパラパラ、走れ走れ六右衛門。走れ走れ六右衛門。六右衛門は速い。六右衛門は強い。走れ走れ六右衛門。僕らのアイドル六右衛門、行くぞ六。よっしゃ。ええ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 、はい、じゃあどうぞ。じゃあ、結構使いますね。久々に走った。あの、久しぶりに聞き次第行けますんで。よし。だから曲を覚えすぎて、なんかいろんな歌詞が巡ってるわね。ということで、みんなお母さんの言うことはちゃんと守ろうね。奥さん
衣装は大事だぜ。よし、衣装もう一回かな。もうリテイクだった。あ、リテイクです。いやいやいい、上手。 OKOK、 奥さん、あなたの娘やってきて。おい、歌詞大丈夫なのかよ。そっち大事。大丈夫ですか。はいはい、はい、行ってください。います。来た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 。はいはい。はいはい、はい、OK。 はい、ありがとうございます。いい顔してます。お待たせしました。はい、あきらさん。ちょっと下からの舐めで、すいません。大女優みたいな。個人的に撮ろう。これはすごい。いい映像だし。はい、で、あの、言うのもみんなに一言。ハハ、こんな感じでます。音量チェックしましょうか。車入ってましたよ。何持ってるか分かんなくなりました。とプロデューサーが言ってるんですか。高橋さんどうですか。はい、カット。ミラー失敗するすごいギャップだな。ペグセリフフ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 フさあ、そういうわけでございまして、ただいまですね、メイキングの撮影なんですけれども、さあ皆様お待たせいたしました。本邦が初公開。さあまず足元からいきましょう。さあこの下からグッとパンしていきます。あ、白いっす。おお、なんかこれ違う映像を撮ってるみたいな気がしてきた。じゃーん、かわいい。ちょっとさっきメイク終わりました。はいね、いいですね。どうですか。なんか父親のような気分になりますか。ガム量です。ガム量で泣いちゃった。マネージャーさん泣いちゃいました。ガム量で。福原さんはどんな、はい、どんなタイプの男性が好みなんですか。優しい人で。優しい人。はい。手の血管がはいゴツゴツ浮き出てる人がすごく好き。手の血管がいかに出てるか。あ、ゴツゴツしてる人すごくキュンキュンしちゃいます。キュンキュンしちゃうんですね、はい、なるほど。
はい、それではこの後の撮影も頑張ってください。というわけで、いかがでしたでしょうか、このスペシャル映像ね。残念ながらこれはカットになってる可能性がありますけれどももし、映っていたら皆さんおめでとうございますそして、かおりの応援をよろしくお願いします。そしてまあ私の応援はより一層お願いします。ということで、シェイシミノルでした。最後に前身の人とかなやべえ、わらおうと思って。はい、歌は以上です。終わった。あ、女優アキラ様だ。アキラ様、アキラ様、今日の撮影はいかがでしたか。暑い。暑い、すごい。アキラ様でも似合いますね。もっと言って。マジで声優事務所の方に見えないですけど普通のあのなんか演歌歌手の人に見えるんですけど、これ。ああ素敵です。どうですか。どうですか、今日の歌の出来は。完璧です。完璧ですか。天使さんと違って間違えません。ああなるほど、僕と違って、なるほどね。本当かよ。間違えなくて。間違えなくてやっぱりね。ね。さあそれでは今からですね、カオリンの、撮影舞台裏に突入。していきたいと思います。あれ主役は？スーパースターは？あ、主役登場。お疲れ様です。お疲れ様です。式場のパンフレット撮影みたいな。ですよね。結婚式場のパンフレットですよね、これね。ものすごい望遠にしてるから手ぶれがひどい。でも皆さんのために。映像を残していきたいと思います。はい、OK です。はい、はい、ご苦労さん。ありがとう。はい、はい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 、もう離婚早っ終わったから離婚なんだ早っ、ありがとうございました。早っ、あの、じゃ あ始まりました。またなんか記念アルバムで作成みたいなね。はい、あー枚数ないんだよ、やばい。すごい高いね。かっこいいっすね。前髪がなんか上がってるのがあ、かわいい。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 慣れちゃってるから意外とありか。意外とありか。テレビで見た人ショック受けんだろうな。まあ怒るだろうな、普通は。怒るでしょ。うん、ショックっていうか激怒だろう。そうですね。激怒。チラシかよ。そう。はい、行きます。はい、OK でーす。ひどい。ひどい。いやー、ひどい家柄だ。懐かしい、はい、じゃあベルを回してください。懐かしい、はい、OK です。はい、ご苦労です。以上。はい、はい、ご苦労さん、ありがとうございました。お疲れ様です。じゃあ以上。はい、まあ時間のことはあんまり気にしても、もういや、めちゃくちゃ気にしてますよ。あれめちゃくちゃ気にしてますよ。やっべえ。いただきます。で、上で飾ります。
ずれちゃう。ずれた。気にせず、気にせず。で、一回離れます。よし。取れちゃった。よし。はい、しゃがみます。よし。なさい、離れて。はい。ごめんなさい。抜けた。下も取れた、下も、下も取れた。うん、よかった。まさかこんなところで特撮と知識が役に立とうとは。意外なところに役に立つからね。そうですね、何事も。曲がっているように見えるかい？なんだバカ野郎。あ、かわいい。おいおい。あれ。どうしてそんな萌えポイントを稼げるんだ。まずいっすね。これがやべえ。ドキドキしてきた。やばい。すごいねこれ。はい、いえいえいえ、うわぁ、なんか高校生ぐらいに見えるよ、うん、うわぁ、すごいなぁ。いや、来ました、どうですか。いや、可愛いっすね。ありがとうございます。いや、これは反則っすよ、もうなんか、うん、萌えポイント。なんかね、手が震える。何つってお揃いにツインテール。あーじゃあツインテールで、ね、こんな感じ。じゃあいいんじゃない。私綺麗。ひどいな。私綺麗。意外とでも違和感全然ねえよ。なんかいろいろアメリカンガールだ。おーイエス。すごい。どう見えてる。うわ、棒読みだ監督が。お揃い、お揃いだよ。お揃いだよ。お揃いだよ。その片言もやめてください。奥さん、旦那じゃ不満かい。どうも白石のるです。さあ、それでは聞いていただきましょう。持ってけセーラー服サンシャインバージョン。アンジャッチャアンジャッチャそんとキャッチャリリースよアッセイアッセイファリファリダーリンダーリンピースチャスチャスチャラチャラチャスチャチャラチャラチャスチャチャラチャラチャラチャ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 ラ飛んでったあいつのモデルからだっていわゆる普通の女の子は驚いた。そしてボッテンハリガレおかわりダラダラダーザラダラダラダラザッザッザラザザッザッザザッザザッ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 ボンボンオーエーザやっぱりカットですね。頭のセリフは何言ったっけ。奥さん旦那じゃ不満かいっていうのはやっぱりダメですね。多分いろんなものが入るから大丈夫。ああ奥さんじゃ不満かいっていう。わとりあえず歌える曲は7曲はあるのであと2曲はじゃあちょっと帰ってくる。明日中までに必ず。可愛いのみたいなことですよね。そう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 。あ、やだろ。じゃあこれ。なんかちょっと支え合いでも途中でこう支え合いでもちょっとこうなんかウィスパー。綺麗だ。ウィスパーな。そうそうそう。なんて綺麗。なんて綺麗。まるでエンジェル。まるでエンジェル。安全地帯的な方向がいいですよね。なんでだろう。それはそれで。それはそれである。じゃあなんかウェディング曲を曲、ね、ウェディングハッピーハッピーだ。では、これからホテルに移動します。
します。じゃあ、ザキさんはそのままで、取り続けるって形で、我々が帰るんで。じゃあ、後ほど。はい、というわけでございまして、無事に撮影が終了しまして、ですね、カツラの被りすぎで頭がなんか妙な形になってしまいました。今日はいろいろカツラを被りましたが、そいっと、はい、お疲れ様です。ホテルに帰ってきました。じゃあ、早速着替えたいと思います。うわー、どれドゥ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 ドーチって、なんかちょっとネタ出ししときます。うん、ネタ出しとあの、白石くんに教える必要はないんだけれども、うん、何がいいですかね。真っ黒な、真っ黒な回答が出てくる。戸惑うような感じ。白石くん、実際に俺聞いてない方がいい、その質問。大きくなったら言ってください。はい、すみません。一番今日強力なんでしょう。リアクション本当はこれはエンディングにはならない。うわぁ。この苦労は一体。怒りますよ、本気で。多分黒石が出ますよ。まあ出たところでね。なんか肉体にダメージが残るような感じ。これ残ると思います。カレーと焼肉どっちが好きだ。2時間かかるけど。焼肉とカレーなら実はカレーの方が好きだ。そうそう、一つ失いますね、彼は。うん、どっちか選ばなきゃいけないですからね。あくまでも別に食べ物だけど。さすがやっぱり、そろそろこれ書きなきゃ。何を、それ褒められてるのか。さすがね。肌見て、昨日やったらさ、なんかこれガーっていじってたら、終わっちゃった。はい、で今、香里の鋭意制作中です。あの、香里の素敵映像に頼る素敵歌を、ちょっとエリクス意識して、ね、今後の CD デビューも考えて。なんか、メガネもして、なんか、いい感じに。お父さんみたいなけどね、なんかね。サービスに疲れちゃったようで、はい、はい、ね、うん、ほら、ほら、ほら、夕日綺麗でしょ。ほら、ちゃんと見ないとダメでしょ。ねえ、ね、あれね、すごい綺麗です、景色ですよね。あ、そうでもない、あ、そうですか。あ、ね、あ、そうですね。ほら、でもね、ほら、あれ、あんま東京じゃ見れないよね、あれは。あ、コンタクトをつけてないので、全く質問が見えません。素晴らしい。歌は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 歌う。適当に。で、歌は歌。で、歌いながらイエスノーに答えていく。適当にいいから大丈夫。白石みのるの全てがわかるイエスノークイズ。サンタモニカ、サンタモニカ。白石みのるは、アキラ様を尊敬している。どこにあるかは知らない。はい、OK です。交換は大丈夫ですか。あの、ちょうどいいトランクスの隙間からヤバいものですか。こうやってた。見たこと、聞いたこともないの、声を出した俺。ミキッチにしてもあれだから。危ない、見て見て。エビのようにはい、じゃあこれで、はい、大丈夫ですか。はい、じゃあここでつまんでいきます。はい、はい、ここでももう一本ですね、撮影をちょっとしておきたいなと思うのでご覧ください。みんなですね、今セッティング待ちでのんきなものですね。いいね、いいですね。俺らもああいう風にやろうね、宴会をね。こういうのね、やりたいですね。仕事です、あれ。ね、もうメッシ怖い顔してる。普通にブレイクになるんです。まあ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 ま
アイスとかじゃなくて抹茶アイスじゃなくて、それはわさび、できるわーできるような感じで、これは抹茶アイスみたい、抹茶アイスみたいな、美味しそうな感じですけど、できる、美味しいよ、できるだから、まあ、ちょっと2人に言ったけど、飯関係だから、ね、あまり強いと多分画面にフィーバーしたの俺は知らない画面にフィーバードリル音、どんな相手も味無駄よ、テキーワン、テキーワンを黒くしまさす会議のバンチをインドリル栄養をつけてください。はい、大丈夫大丈夫大丈夫。ダン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 。はいはい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はいはい、酒飲まないっす。酒飲めないっす。ピントで割ったらもう飲めるから。わかりました。竹本さんお疲れ様です。ありがとうございます。いやいやございます。この後もまだ多少残っているのでよろしくお願いします。いや。モノさんどうでしたか。本日の撮影は。面白かったですか。すごい。あ、僕が、いやもう僕も着物姿とチャイナドレスが非常に素晴らしいものを堪能させていただきました。かたやかおりんはなんかね、ウェディングドレスとかチアガールとかその差が面白いなと思って。そうだね、アメリカン、ね、いや二人はすごい差があって面白いなっていう。でも共通点の多い二人です。今まあいろいろ血管が手には血管がある方がいいとか。あー、また新たな出ましたね。ちょっとやっぱヒゲがね最近濃いね。もうこんなことで、これからとも撮影の方を続けていきたいと思います。レオンさん、普通にこうブーンってやりながら、アイアブーミラー歌う感じでいいですね。はい、普通にこれ。どっちがいいですか。どれでもいいから。これアイアブーミラーは工場なしですよね。あ、そっちは工場入れてやってください。あ、こっちはどうしようかな。なしですか。イントロから入ってもらって。そうですね。工場入れるとエンディングとつながらないので。またあなたの気まぐれが動き出した。悲しいはこれっきりね。でカムチャカートの皆さんこんばんは、白石みのるです。ガラパゴス諸島の皆さんこんばんは、白石みのるです。奥さんどうだい気分は。シンポジウムが大好きです。どうも白石みのるです。次何歌おうかな。どうしよう。さあそれでは聴いていただきましょう。おむこルンバ。チャチャラチャ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 チャ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 ラチャチャチャ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 チャチャ。祝福の声響く録。終わった。
トはね、浴衣はもうこれで、はい、しましょうか。はい、デジタッチでこれで、そう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 、じゃあもう着替えちゃって、あ、さあ、これから撮影のまだ第2弾に入りますので、着替えたいと思います。どうですか、イアンソープバリのね、このよし、こんな感じですかね、ですかね、これ OKOK、 よし、じゃあ後ほど。白石君、それ出落ちになっちゃってるよ。で、出た瞬間におかしいもんだって。何この生き物。赤ピキみたい。うまいこと言いますね。これはこれですごい面白い。もうちょい、もうちょい出たもん。そのチェックおかしいけど、どっちでもいいやみたいな。一応股間サイズぐらいかな。死ね。マジで。もっと下でいい。これして。ちょっと聞いて。ちょっと聞いて。聞いて。それ放送できんぞ。いろいろね。はい、です。はい。なるべく暗いところ。なるべく暗いところ。なるべく暗いところ。明かりじゃないところで。この辺の並木を押す。これがあるじゃんね。これを、これを、これより。ベルトの光。もうどこにいるか分かんねえ。あ、いた。ファインダーからだともう分かんねえ。保護色なんで。黒すぎて。点が光ってるだけだ。もうなんかシュールでも なんかもうそんな言葉では言い表せない感じの。これで普通にテロップでもいいんじゃないですか。確かに。ちょっともう一回光らせてもらっていいですか。制作ラッキーパラダイスの話が言ってる人。これは何、これはテレビ局に抗議の電話がみたいなね。車来た。やっぱ来るんだ。たまに来るのが怖いね。早っ。すげえ聞いた。白金ですよ。白金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 わかるね。なぜこれ白金だよ。エロティックな品牌。白金若妻。若妻だよ。さっきの奥様が白金若妻。白金若妻か。すごいね。白金ですよ。いや、見たことあるんだ。すっごい気になりますね。白金若妻かい。遅い時間まで。ありがとうございました。ありがとうございました。ここで、朝だ、朝だ。どうも白石みどりです。はい、今日は最終日、撮影の最終日でございます。昨日はですね、福原香織ちゃんがね、まるで妖精のようなウェディングドレスを披露したわけですが、それに合わせる曲を部屋にこもってですね、書きました。人間あれですね、考え事をしてると全く寝れないんだっていうのがよくわかりましたね。本日の朝7時ですね、やっと曲が完成しました。
これからですね、撮影場所に移動したいと思います。ご覧ください、すごいいい景色です。ね、山も雪が積もっていて、素晴らしいですね。これはすいません、あの昨日結局曲作りが難航してですね、あので起床が6時だったんで、その辺こう来たの、あの寝つけず寝つけないの、ナイーブなんです割と、あの眠いんで、あの若干ブラックとホワイトがこう今交差してるんでグレーな感じ、グレイシって感じですね。なんかすごい、すごいなんか柔術やってる人みたいな。車に乗りまして移動をしております。本当にお口。いやいや、行くという。ほら青いの。おお、すごい青い。これに登るわけですね。登るわけですね。木登りのレクチャーを受けております。だいたい20分か30分ぐらいで入団。え、一番上ですか。はい、マジの話、なるべく急いでと思ってマジの話、そんな期待しないでください。良い子のみんなに一言。遺言。遺言って言うな。ひどい。良い子のみんな、何事もチャレンジ精神が大事だよ。奥さん、はい、天にも昇る気持ちだろう。奥さんにはいいです。天にも昇るのはお前だろ。確かに、そういうお家。まずはカメラマンさんが昇ります。しまったみたいな顔。装着です。おっと、これきついわ。この段階で押してきついわ。当たるのはこれしょうがないですか。しょうがないですね。しょうがないですね。はい。川遊び。川遊び。子供ですか。あれ上だとすげえ高く感じるよね。うん、多分。でも景色いいよね。景色いいでしょうね。ね、私ロケハンしてたんですよ。私は真面目にロケハンしてたんですよ。超面白い感覚。ですよね。そうです。ですよね。仕事です。仕事です。いや、マジマジ。いや、だから、本当に、そこをさっさと終わらせて、さっさと降りてくれまして。ひどいですよ。あそこに行って。気持ちいいのは割とどうでもいいんですよ。気持ちいいのは分かりました。確かにその通り。確かにその通り。ダムで変身すると気持ちいいよ。今仕事中だから後でね。雲がよくねえな。あの雲ちょっとどけてくれねえか。雲よく。シリーズ化できるね。すいません、聞こえないっす。聞かないふりだ。多くて聞こえなかったっす。今のこの状態をそのまま流したいくらい。この絵が最高。面白いの撮れてるよ。じゃあその辺から。はい、OK です。みんなのんきな感じだよ。持ってみりゃいいんだろ。はい、どうも白石のりです。さあ、それでは聞いていただきましょう。アタンも吸ってアタンも吸って懐かしい。いつになったら引き出しができるのかな。チャララララララワワワワワワミドルンルン。撮影が終わりました。一度落ちそうになりましたが、なんとか無事に落ちることなく、終わりました。すごくいい撮影ができました。大自然に来ることはめったにないと思いますので。そうですね、
この感じめったないですね。いい思い出ができます、白石くんとの。もうなんか仕事しないみたいなその言い方なんですかね、それ。これからもまあまたいろんな思い出を。なんそこ無言なんですか。そこ無言違うでしょ。またいつかね。いつか。次回とかこう。次あんでしょ次。お会いすることになると思いますけど。二回りお互いに。そうですね。はい。いいのかな。そうすごいなんか別れの挨拶みたいになって。過去形にしたがるの。いいんだろうか、これは。設定の合図で、ボタンをこう次々変えていってください。はい。で、ローテーション作ろうか。監督でも、司会だは結構気に入って、そうそうそう。そうそう。司会だを取る率が高いですよ、意外に。サンタモニカ俺結構好きなんだよな。そう、サンタモニカが意外に好評なんですね。どうも、白石稔です。これは司会だ、サンタモーニ、これは司会、サンタモーニ、これは司会だ。途中から司会だが天皇になってる。途中から。投げ切ったね、なんかね。そうなんです。はい。もう大丈夫です。わわわ忘れ物、俺の忘れ物。あ、これの。あと、カオリンの歌をどっかで撮っとかないと。あ、本人じゃ撮らないけどね。はい。ワン、ツー、スリー、フォー。ずっと探してたんだ、運命の人ってやつを。 I promise you、 裏声がものすごい出なかった。あ、大丈夫ですね。キラキラ。これからですね、移動になります。ラーメン村でーす。さあ、そういうわけでご覧ください、ラーメン屋に来ております。そのラーメン1分30秒で食えますか。ものすごい味見ますね。無理でしたね。このね、あれはなんか俺こう見たことあるこんな感じの。さあ、秋田様、これからもう空港に向かうわけですけれども、いかがでしたか今回の。クリームが美味しかったもん。いや、全体的に、今この瞬間じゃなくて、この2泊3日のね、2泊3日、撮影を通して、福原香織ちゃんと共通点がいっぱいあることに気がついて、はい、非常に充実したいい旅でした。ああ、なるほど。誰か一人忘れてますよね。あれ、白井さんでしたっけ。あ、そうそうそう、白井さんと一緒なのも。白石ジャムゲー。誰だよ白井って。黒いだ。こんにちは。黒い石だ。黒い石だ。違う、私黒いって。それは七子先生や。そこまで間違っちゃった。本当に秋田様、今回はお疲れ様でございました。お疲れ様でございました、ね、もう本当に素敵な滝をバックに素晴らしい歌を、はい、ありがとうございました。まあ、なんかこう若干こう上辺的な褒め言葉ありますか。どう褒めたってやっぱ褒めることになるわけですよね。さあ、なかなか出てないわけですよ。頑張ってる。ありがとうございます。いえいえ、まあ今回は本当に白石さんも素敵でしたよ。白石じゃっちゅうに死が抜けとるから。白石さんもサンタモニカ素敵です。あ、ありがとうございますね。秋田様のお気に入りはサンタモニカで決定いたしました。お疲れ様です。お疲れ様です。さあ、今日中華、今回どうでしたか、北海道のこの旅は。北海道って、はい、
はいはい、お米もあるし、はい、ジュースもあるし、はい、普通に日本でした。大丈夫でした。あ、楽しかったです。あ、なるほど、はい、一番の思い出は、一番の思い出が、はい、バレーバーより、はい、勝てなかったから悔しかったこと。あああまりあの北海道ロケとそんなに関係はない感じですよね。内容的にはね。ロケ、そうそう、ロケなんですけど、はいはい、すごく、2日目なんかはちょっとスケジュールが大変なので、はいはいはい、楽しかったね。素敵な花嫁からねもうチアガールもすごい似合ってまして、ありがとうございます、はい、ね、まあ、今回はどうもお疲れ様でございました。お疲れ様でした。はい、老後は北海道に住みたいと思いました。老後は、はい、ああ、もう落ち着いたら住みます。あなたの地元ですよね。だから一緒に農家や農家畑作業しましょうよ。あなた野菜食えないでしょ。あ、そうですね。あ、でもあれですね、北海道は僕は本当に来たの初めてでしたけど、結構すごい。西のようでしょ。どういうことでしょう。何のように私のようなんですか。それだけちょっと。おおらかな。ああ、なる。大きな愛に包まれた。愛に。そうですね。愛が。アイカーってどうして俺に聞くの。今自分で言ったことでしょ。そうやって困ったらサンタモリカだね。さあ、そんなわけでございまして、まもなく空港に行きまして東京に、戻るわけでございます。今回の北海道ロケはそうですね、3日間通して本当にさまざまな場所で歌い踊り、コスプレをし、木にも登ったし、全身タイツで、闇を滑走したり、闇を滑走、今本当に、たくさんの、スタッフの方がですね、協力していただいて、なんとかうまく映像ができたのではないかなと思っております。ではそんなわけでそろそろ終わりに近づいております。皆様、本日はご乗車いただきまして誠にありがとうございます。はい、右手に見えますのは森でございます。左手に見えるのは何ですか。左手に見えますのも森でございます。皆様、長い撮影お疲れ様でございます。2007年声優界のセックスシンボルになりたい男、白石稔でございます。さあ、それでは皆様に一曲聴いていただきましょう。ティティリティ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 リティリティティリティ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 リティリティティリティ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 リティリバッパンバッパン、ウーティティリティ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 リティリティティリティ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 リティリティティリ。はい、はい、はい、わわわんわんわわ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 下へと潰される。皆さんどうもいらっしゃいませ、いらっしゃいませ、白石稔でございます。本日もよろしくお願いいたします。みんなね、思ってますよね。誰か一人いないんじゃないかと。あ、いいよ、ね、イエーイイエーイ。いきますよ、はい、せーの、アキラ様。ノースさん、ね、まあなんかよくわかんないですけども、まあなんかね、試食を伸ばせっていうことだったんですね。熱狂一緒で、熱狂一緒で、あ、でもね、グラスがね、3つしかねえや、冷えてるのこれ。瓶、瓶、瓶、あ、じゃあ瓶で、瓶で、ね、回して飲んで。回して飲んで、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 回
えばいいの？別に。どうしたんですか？なんで？なんで？特にありません。ああ、渚さんはどの、あの一番思い出のシーンはどうですか？大丈夫な。あの自分で面白くなるのやめた方がいいっすよ。皆さんこんにちは。はい、これは皆さんです。すごいです。本当に ありがとうございます。今日は白石実のリサイタルに来ていただいて30分間歌い続けます。ちょっと待て、難しいでしょ。ちょっとえ、それは、え、この流れでずっと行くんですかこれ。今日あなた何しに来たの？え、アシスタントですけど。エリカ様で滑ったから。そんなこと言うんですか、あなたは。ダブルバキュームじゃあ次歌いたいと。ありがとう、ありがとうね。歌いたいと言うないの？ないの？歌、俺こそ歌うという方。じゃあすいません、僭越ながら歌わせていただきます。三つの上のあと知りもせずに慣れ。おおおよ、これはもうちゃんと考えたんですね。もうね、はい、
じゃあ次はですね、まあ、なんかさ、はい、すごい残念な子みたいに見えるからもう一回言ってみて。いいっすよ、じゃあ、はい、はい、歯科医団は歯科技術の資料を集めて作ったサイボーグである。彼は悪魔の歯を治すために日夜治療し続けるの。お、やればできるぜ。我々はプロですからね。読むことに関してもう、はい、ビデオ使うときはこの部分だけ使ってください。出るのみそじみせきカラオケとかで歌ったことのある人、大丈夫です。いないのかよ。いやいや、あいたそんな歌うなわけないじゃないですか。さあ、それでは歌っていただきましょう。小谷明で味噌汁岬。懐かしいですね。知ってます？最後に出てきてギョ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 ダーイって言って、こう倒れてしまった怪人を大きくできるっていう、それだけのために出てきて、その後寝ちゃうのね。なんて美味しいんだと思って。それを見て私ギョダーイになりたいってずっと思ってたんですよ。あ、子供の頃に。子供の頃に。で、それが声優さんだよということを聞いて、あ、声優ってすごいなって。それがすごい。しかも寝ちゃった後にこうやって持って運ばれていくの、こうその姿が歩かなくていいなみたいな。どんだけズボラなんですか。あ、中で。ごめんなさい、ぐだぐだね。本当ごめんなさい、本当に。ドキドキ中なって。なんか色々安い感じがするよね、ここね。ラッキーチャンス。いや、あれ歌いますか。ここ歌いますよね。ほらね。それは俗に言う、覚えてないって言うんです。酔っ払いが酔ってないって言うと一緒ですよ。酔ってる人も大体酔ってないって言うんです。そんなことない。あ、どうしようかなっていうので焦ってて、ちょっと聞いてる。何聞いてる、ね、いや。また歌うの。何歌うの。いやいや、だからすいません、僕の話、すいません、聞いたふりしないでちょっと聞いてください。聞いてるんだけど、はい、入ってこないって。もうそろそろね、最後の感じに。いや、カオリンの。あ、カオリンの。すごい、この曲の、すごい、なんか最後の感じがするなって気がするんですけど。M もだけだ。待ってますよ、ちゃんと。じゃあ、やめますから、行きましょうかね。はい。皆さん多分ここに座ってですね、いろいろ聞いていただいたと思うんですけれども、まあ何が何だかよく分かんないと思うんですけれども、そうこんな、ただその点に関しては大丈夫でございます。はい、1部の方も2部の方も、そして僕たちもみんなよく負けが分かっておりません。大丈夫です。今日のイベントは、まあ、僕の中ではこのラッキーチャンネル、ベスト3に入る。ベスト3に入る。
歌った組だったと自負しております。ちなみに、ベスト1、2はですね、放送第1回、第2回でございます。楽しかったですか？楽しかったですか、皆さん。本当に聞いていただけると思って、ね、皆さんの愛で持ってます。そうですね、はい、キーチャンネルはもう皆様の愛で持ってます、ね、はい、素晴らしい、素晴らしいですね。いい言葉だね。ですね、ありがとうございます。ありがとうございました。すいません、ちょっと会いました。結構真面目にこうやって普通に聞いてるから楽しいのかなとかドキドキしながら見ちゃってて、皆さん緊張してたと思う。でもすっごい楽しかったですね。ね、そんなわけで実はもう一つ皆様にサプライズイベントがございます。じゃあ帰ろうか。それで加藤さんが僕の好きなキャラを決めた。そしてもう一人お誕生日の方がいました。はい、小さくやりたいと思います。小さくつか暗くないこれ。ロウソクがどう見てもさ普通だぞ。私からの心のこもったプレゼントです。あげてもいいですか？はい、ぜひ。本当にもう絶対白石くんに似合うと思うの。ありがとうございます、本当に皆さんありがとうございます。ありがとうございます。お誕生日っていう寝落ちありがとうございます。これはすごい嬉しい。どうも。これですか、うん、これはあれですよ、明葉様に誕生日にいただいた、はいはいはい、ジャージでございます、ね、あ、ラッキーリスタね。ラッキーリスタですよ。すごいよね。自分にもう話せ。あ、すごい、北海道みたいだ。見たことあるこれ。本当ですよ。これ給食の人じゃんこれ。クジラさんみたいに。ごめんね、もう終わっちゃって。今日もいつも通り頑張っていきたいと思います。美しい豚って書いてビトンって言う。なぜ白いしか突っ込まれてました。ええ、すいません、ちょっと間違えましてってあのスタッフに説明されたんですけど、間違えたまでにはロがやけにでかい。ジェルつけるだけだったら確かできそうなんです、うん、あ、今でもそうですね、可愛いかもしれないね。そうしよっか、うん、そうしよっか。先のうちがね、何分ぐらい出てるんでしたっけ下には。だと思う。でも期待してるから。いや、本当面白いこととか言えないですよ、やめてください。大丈夫大丈夫、普段から面白いから。本当そういうキャラでバッチ映さなくて大丈夫。もう絶対今の使われるって言ってたから。絶対使われる。カットって言ってたとこ使えってるの。はい、テンション上がりました。じゃあ、あのこのテンションで頑張りましょう、今日は。じゃあ、いきますか。おかしいな。頑張るぞ。まだ売ってると思いますけど。はい、いらっしゃいませ。これでありがとうございます。どうですか、美味しいですか？美味しいです。美味しいです。いらっしゃいませ。今日はあの、カナンさんもいらっしゃってるので。はい。食べててください。なんか撮影会みたいになってるね。そうですね。こんな流れがね、あの近くで。伝えなきゃいけないのに。なんかファンの方とこんな近い距離でいるのも。てか、あなたなんでそこでちょっと食ってるんですか？ちょっと。おお、呼べ。くれるんですか？
すみません。チョコがない。これチョコない。番号ね。番号で。記念になりますよお客さん。だけとか言っちゃダメ。私って気づいてるかなみんな。うん、それはね大丈夫だと思います。それ、うん、全くだってそれすごい声っぽい。そうそう。声っぽい。声って本業だし。一応ね。声じゃなくて。頑張ります。本職だし。さてさて。白石。白石。はい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 。はい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 。これですね。41番。はい。41番の。白石。はい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 。溜まってきたよ。43番の、はいはいはい、白石。あ、これ42番だ。白石。ちょっと待って、はい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 、何すか、はい。42番。あれ42番ってなんすか。すいません、42って。早く。早く。いいよ。はいはい。はいはいはい、じゃあ熱いか乗ってるか乗れ。すいません、お待たせしました。どうした？なんだ、何やった？カレーが落ちた。おーい。ティッシュなんですか。父さんありがとう。父さん言うこの片付けてるのも絵になりますね。スキミどれくらい入れる？携帯の手を2振りほど。2振りでした。お召し上がりください。辛かったらごめんね。おせんべいはいかがですか？おせんべいぜひ買ってってください。どれがいい？おすすめはどれ？これが食べたいかな。こぼさなかった。普通だから。普通なの？普通こぼさないからね。みんなお水。100ぐらい残ってるんですよね。ね、100近く、150人ってことは。そう、150人だから。あとよし、90人ぐらい。よし、あ、そっかそっか。ちょっと食べてもいいかな。こう言っちゃいたい。これ誰がこれ。バルサミクス。バルサミクス。さっきね、おっぱっぴーやってって言われてやったの。おっぱっぴー芸人か。お腹空いた。お腹空いた。カレーが食べたい。それ僕も食べたいですけど。カレーが食べたい。ちょっと待ってくださいね。カレーもらえますか？カレーすごいいただきます。はい、はい、ちょ待ってください。ちょ待ってよ。やったー。ずるい。見てみようね。お前ら仕事しろ。仕事してるよ。してるしてる。メロ君、今気づいたんだけど、私レシートしか持ってないんだよね。すぐ待ってきますからね。ちょっと待って。おかしいよねこれね。それはあなたが急に欲しいとか言うから。あなたが急に頼むからそういうことになる。お待たせしました、81番でございます。なんでそのお腹態度の違い。お前黒いしだろ。いやいや、持ってきたよ。やったー、持ってきたよ。じゃあ、カレーカレー、ありがとう。いただきます。味の方はもういいよね。おいしい。78番のかな。甘ったりするね。うん、これおいしいよね。これおいしい。恥ずかしい。すごい忙しいです。ねえ、ほんとに。おせんべいね、さっきアキラ様がいっぱいいっぱい売ってくれて、なんだっけ、大鳥せんべいが売り切れになりました。ここ空になってます。全部売れました。さすが。はい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 。何やってんの。ちょっと大使、女の子来ないの。大使、大使、大使。それはじゃあ謝りますから、ちゃんと。おはやき。
気持ちは分からなくもないですけれども、もうちょっと頑張りましょうよ。だってこれに石乗ってんだよ。ジャージ、あ、いいところに気がつきました。このジャージは、商工会議所さんのご好意で、マグロのタコが上がるんですって。すごいよ、見てタコ。上がりましたね、上がるといいな。上がりますよ。お空に上がった、すごいです。すごいね。いい雰囲気立ってんな。元気ないですね。いや、そんなことないですよ。元気？元気ですよ。じゃあマイク返してあげるよ。もう飽きたから。どうしました？いや、なんか本当に嫌なと思って。どっちが？ジャージが上が？両方。なんか、最近私思うんだけど、はい、スウェーデン部の方たちが着てるこのジャケットのジャンパーあるでしょ、はい、それもすごい似合うと思うんだ。ジャンパーを貸してあげてください。普通に似合いすぎてオチがつかないじゃないか。でも私飽きたんで神社の方に行ってきます。え、行きましょうか。行きますよ。あ、ちょっと通りますので、開けてもらった方開けておいていただけますでしょうか。転ばないように気をつけて。大女優ですね。すごい、なんか音も遅れて無理やりてるみたいな感じ。世界平和ですよ。大事なことですね。大事ですよ。めっちゃ赤オリンとかぶってた。本当だ。すげー。さすが双子だよ。すごいね。でも最後の時は違うんだね。うん。できれば続きを。できれば続きを。この辺被ってる。それぞれ。よし。三人で微妙に被ってる感じね。全然被ってる。こんな感じで。あ、俺一人だけ違うこと感じた。ちょっと空気読めない。KY。そんなの関係ねえ。ではただいまより公式参拝を執り行います。はい、はい、お疲れです。はい、ありがとうございます。皆さん、遠い方も近い方もお越しくださいまして誠にありがとうございます。我々としても
まさかこんなこともやるとは一切思っておりませんでした。恒例となりましたが、最後にいつものようにあのセリフでまた最後一番肝心なところが、どこ テープ切れました。おすごい。こちら堀口さん、こっちがね監督。かわいい。あらすごい。じゃあ俺らほらカメラ止められないから締めようか。そろそろこれ多分最後の最後になるぞ。あ、これが最後に。あ、締めてください、平井さん。そう、待てる待てる。白石さんなら何かいい締めをしてくれると思います。お前最低だな本当に。白石、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 白石。もういいから。もうええっちゅうのよ本当に。役準備はできてます。絶対無理じゃねえかこの流れだと。目薬持ってますか？あ、忘れた。嘘泣きなの。基本嘘泣きやね。ね。ね。まあまあ、なんでだからみんなで俺の話を聞く体制なのよ。いい話をしてくれ。いやいや、まあまあ、ね、かれこれ結構長いこと、特にアキラ様とはね、ラジオからずっと続けてやってまいりましたがね、こう、まあ、町おこしに参加してね、普通にアニメやってればね、なかなか。はい、もういいっすか。